まあ僕ら芸人でね時々テレビに出させてもらったりすることもあって、うん、なんかまあ芸人でみんなで飲んでる時とか、例えばね普通に歩いてて、小学生とか中学生の集団がいる時とか、うん、まあ別にね綺麗な女の子でも誰でもいいんですけど、うん、ちょっとボケで気づかれようとするみたいなボケあるじゃないですかたまに、うん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 、その俺だぞみたいなアピールで、うん、すぐそのさらば青春の光の森田さんはそういう人がいるといたとんってすぐ言うんですよその、うん、結構前のやつまあそれで気づかれたこと一回もないけど、うん、いたとんって言いながら歩くみたいな、まあ、結構芸人がやるねやるボケね。あとなんか本当に誰も見てないようなシャバいやつやってますよみたいなとかあるわ。あそのボケの2週目のボケみたいなこと、うん、そんな知らねえよみたいな、何々のどこどこに出ましたよみたいな、本当にエキストラでちょろっと出たやつとかを言うみたいな。あまあまあ それで気づかれ、まあ別に本当に気づかれてもまあいいけど、うん、気づかれようとしますよボケで、いやいや知らないからみたいな、うん、芸人のミニコントみたいなね、ありますねよくね、そういうのもある。まあエレクテルの橋本さんの場合はもう別に気づかれないようにした方がいいのに、普通にダメをダメダメ言うから余計ややこしいんですけど、うん、そうなんですよ、ね、言うなよって言うなよっていうか、もう腹立つよっていう、そのちょっと荷物持っててくださいダメよダメダメもういいんだよってそれはっていうでみんなもえみたいな、えここにね自分のキャラの自分のコントのネックレスもつけてるわけですからね、うん、写真入りの中野さんが作ってくれたどういうつもりなんだよってなりますけど、うん、まあまあ気づかれボケはねいろいろあるんですけど、一回なんか知ってます、学祭ちょっとした学祭みたいなのに若手でなんか行った時に、うん、それこそ三四郎の小宮さんとかさらばの森田さんとかね、うん、ラブレターズの塚ちゃんとかと歩いてて、うん、まあ小宮さんとか気づかれたり、うん、まあ森田さんとかもいたとんとかまあ言ったりして、うん、気づかれたりして、その塚ちゃんがラブレターズの塚ちゃんが、うん、まあ、ラブレターズも別にねオールナイトニッポンもやったしテレビも出てるし、うん、キングオブコントもファイナリストも2回もなってるけど、ね、なんか気づかれないから、まあ、塚ちゃんも柄にもなくなんかアピールしだして、うん、西岡中学校みたいな言い出したんですよ、うん、でもそれでも全然気づかれなくて、うん、最終的になんか悲しい感じになってきて、塚ちゃんがついた嘘がどうもパペットマペットの中身ですからダメ、気づかれたとしてもなんかわけわかんないし、そうなんですかってなってもわけわかんないし、うん、嘘だしな嘘ですし違いますからねどうもコウメ太夫ですみたいなね、まあまあそうです、コウメさんもね、コウメ太夫さんも全然ね、うん、ああいうタイプの芸人さんはね気づかないですからね、すっぴんの時は。しかも声色も変えてますから、コウメさんなんてマジで気づかれないでしょうね。まあたまに素顔で出る時あるからあれかもしれないですけど、ヒロシさんが言ってたんですけど、昔コウメさん本当にここにちょっと白塗り残して出てたらしい。そうそう、気づかれたいがゆえにデパートの営業の後帰りにちょっとここに白を残して、ヒントちょっと残して帰るまあ芸人ならね、最初の頃なんか特にチヤホヤされたいし、僕らだって気づいてほしいから、売れたらね、そうそう、ちょっとでもね今でも気づいてほしいみたいな気持ちありますから。でもアピール方法ないでしょ別に。ないない、唯一の特徴の黙るっていうやつしかないですからね、その黙って、あれこんな黙ってるやつみたいなそんな気づかれ方あるこんな喋んないってことは河本さんですよねぐらいしかないでしょだからね、この先もね、なんかおなじみのやつとかあればね、多分、うん、だからもう、そういうボケもできるけど、本当に刀傷をつけとくしかないですね、もう。いや他のもう、あれ刀傷のやつじゃん。いやそれで別に刀傷が原因で全然売れなかったら本当にもうお侍ちゃんじゃん。お侍ちゃんさんはいるから別にお侍ちゃんさんもね、いつの武士なのかもよく分かんないですからお侍ちゃんさんはあのままできますしね、佐古師匠さんとかは、うん、天下のハットあのまんまですからね。移動してずっと本当ここら辺をねうろうろよく歩いて、阿佐ヶ谷住んでますから。この間阿佐ヶ谷駅前で天狗のハットの人がいて、あーって見たら雑魚市長さんじゃなかったんですよ。いや誰なんだと、そんな奇抜な人雑魚市長さんじゃない天狗のハットであの感じの人いましたからね。インデペンデンスデーの久保田さん。いや昔被ってたけど、もういいんだよ、もうマイナーすぎるよ話題が別にいいけど、まああんなやつの話すんなみたいになっちゃうからそんなわけではないですけど、まあこれは芸人のノリでよくやったりしてますからね、どっかでいたトンとか聞こえたらね、それは森田さんです、すぐ言ってるんでねいつまでいたトン言うんだよ、なんかありそうですけどね僕らもちょっとなんかね気づく、あればね、そういうフレーズが、面白フレーズ、長いツッコミやったこともあるんですけどね、やっぱ意味が分かんないから気づかれないですよね突然なんか発作で喋り出したやつみたいなしかならないんでねなんで僕らのことも黙ってたらこいつなんでね気づいてください、一方俺は黙ってる街中で一番黙ってるやつはこいつですからね、そうか、気づいてくださいね平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの愚痴ラジー。